読みつけ松本です。ということで本日はこちらの商品に関する動画です。なんと100円ショップワッツさんで真鍮製のアルコールストーブが発売されたということで世間を賑わしておりますけども、今回の動画ではですね、そのワッツさんの真鍮製のアルコールストーブが一体どんなものなのかというところと、競合との比較ということで、その他にもですね、安く買える真鍮製のアルコールストーブというのが続々出てきておりまして、他にどういったお店で真鍮製のアルコールストーブが買えるのかというところ、それからですね、実は同じように見えるアルコールストーブなんですけども、スペック面で違いがありますので、ワッツさんですとかその他のお店で購入できるアルコールストーブにどんな違いがあるのかをまとめた上でですね、私が購入したものはワッツさんとか他のお店で買えるようなアルコールストーブとは決定的に違う点がねありますので、ぜひね最後まで動画お見逃しないように見ていただければと思います。まずはですね、真鍮製のアルコールストーブ、ちょっとね画像を交えながらお届けしたいと思うんですけども、簡単に説明しますと、ワッツさんで発売されたものがこちらで、蓋がついておりまして、上にね穴が開いているタイプで、真鍮製ということで表記もある本格的なアルコールストーブです。で、一番有名なものですとトランギアのアルコールストーブがこの手のタイプかと思うんですけども、トランギアのものはねやっぱりね2000円とか3000円とかしちゃう中でですね、なんと価格が550円で発売されたということで、非常に話題性の高い商品でございます。この真鍮製のアルコールストーブなんですけども、その他のお店との競合を見ていきますと、みんな大好き我らが武田コーポレーションさんが他のお店でも発売しておりまして、購入報告が多いのはですね、セカンドストリートさんで980円かなで販売しているということですね。それから全く同じものがですね、ワイルドワンさんでも780円で販売しているということで、価格的にはかなりトランギアとかね今までそれなりの価格がしていたところをですね、いきなり価格が1000円以下で買えるこの真鍮タイプのアルコールストーブが増えてきたということで、非常に話題を呼んでおります。で、大きく分けるとですね、今回一番初めに話題にしたワッツさんの550円アルコールストーブ、それから武田コーポレーションさんで出しているセカンドストリートとかワイルドワンで買えるアルコールストーブ、2つあるんですけども、私が購入したのはですね、実はそのどちらでもなくてですね、斜め上の比較も兼ねてアマゾンの最安値を狙ってみましたということで、今回はですね、そちらをまずはレビューしてみたいと思うんですけども、レビューをした後にですね、武田コーポレーションとかワッツとの違いはどんなところにあるのかっていうところをねまとめて、最終的にはこんな方にはこれがおすすめですという形でまとめていきたいと思います。ということで、今回購入したのはこちらです。もう無地ですけどね、メーカー名をハズベルって読むのかな、ヒューズベルって読むのかちょっとわからないですけども、簡単に言ってしまうと格安メーカーのアマゾンでよく売っているアルコールストーブですね。こちらですね、ちょっと開封しながらですね、どんな特徴があるのかとかをまとめていきたいと思うんですけど、まず開けてみます。ドン。まずですね、1点目、収納袋がついています。これはワッツさんですとか武田コーポレーション製のものにはもちろんついていませんので、アマゾンの最安値製品の勝っている点とも言えると思いますけども、ここを開けてみるとでかく感じるんですけど、普通のアルコールストーブこんな感じなんで、サイズ感置いておきますけど出しにくいですけども、はい、ドン。今回はですね、本体がこのアルコールストーブなんですけども、なんと五徳もついているということで、五徳と収納袋、さらにトランギアタイプのアルコールストーブがセットになった商品でございます。こんな感じです。見た目はすごくいいですね。ワッツさんのアルコールストーブですとかトランギアのものは真鍮製ということでちゃんと書いてありますけども、これに関してはそういった表記はございませんでした。で、これ以前ワークマンキャンプの時にチラッと動画でお伝えしたんですけど、私このステンレストレーの下にちょっと高さを持たせるために超強力マグネットってね、ダイソーで売ってるやつですけど、これをつけております。テーブルとのね高さを持たせることによって熱をね少しでも逃がせればということで、ちょっと試しにね使っているんですけども、ランタンのデイツでツイッターとかで話題になったんですけど、本当の真鍮製であれば磁石はくっつかないということで、メッキがしてあるものに関しては磁石がつくんですよね。で、これに関しては、あ、つかない、一応磁石はつきませんね。なので真鍮なのかもしれないですし、まあ鉄じゃない何かなのかもしれませんけども、素材的には表記はございませんでしたので正直わかりませんでした。今回購入したポイントを挙げていきますけども、まず収納袋と五徳がすでについているということで、このタイプのアルコールストーブはですね、まあこれもそうなんですけど、アルコールを入れて燃焼させることでお湯を沸かしたりですとか、いろいろな調理に使えるものなんですけども、これ自体に鍋とかねメスティンとかを乗せて使えるものではないので、五徳といって直接ねここに触れないように
に何かで支える必要があるんですけども、その五徳が初めからついているということです。で、この五徳は意外とでかいんですけど、この固形燃料とかでも使える五徳だということで、五徳だけでもですね使い道はあるかと思うんですけども、今回はこれのセットということになっております。で、ここにね普段はセットして、例えば八重ガレージさんのメスティンですけど、ちょっとメスティンだと幅がタイトですけど乗るには乗りますね。こんな感じで直接当たらないように支える五徳もセットになっております。肝心のですね、ここのアルコールストーブ自体を見ていきますと、まずですねくるくるっと回しますと、これが本体になっております。すげえな、こんなに金ピカですかね。トランギアをね私持ってないんで比較ができず申し訳ないんですけど、想像以上に金ピカです。で、今外したのがこちらなんですけど、2つに分かれまして、これがですね移動の時とかここにくるくるくると蓋をしておくことで、あんまりないと思うんですけど、中にアルコールを入れたままでも持ち運べるということで、パッキンが漏れないようについております。で、もう一つついていたこれなんですけども、これが結構大きいポイントかなと個人的に思っておりまして、ここにパカッと被せるとついている火を消すことができるというところと、あともう一つはですね、ここちょっと硬いですがパコって外してスライドすると、こうつけることによって火が出ている面積を少なくすることができるので、火力調整もできるという点が挙げられると思います。 Amazon レビューにも書いてあったんですけど、ここちょっとバリ取りしないと鋭すぎるかなという面は確かにありますね。ちょっとそこ注意点ですけど、あとちょっと横の移動が相当硬いですので、そこはちょっと注意点かなと思いますけど、普段はね蓋をしてこれを被せて持ち運ぶこともできるというところが今回のねセット内容になります。で、正直言うと Amazon レビューとか見る限りだと漏れてくるという話もあったので、まあ長期レビューしてみないとねその辺はわからないので、またね後々の様子とかはですね動画でお伝えしていければと思うんですけども、今回の内容としてはこちらですね。 Amazon のこのねセット内容では断然最安値だったんで購入してみましたということで、気になる価格なんですけども、これだけのセットで980円でした。これからですね、ワッツさんと武田コーポレーションさんの製品と比較をしていきたいと思うんですけども、まずは価格なんですけども、ワッツさん550円でダントツで安いです。ただし、店舗で買えた方限定ということで、いろいろとお聞きしている中だと、もうすでに品薄で発注してもお店に来ないという状況らしくですね、オンラインストアでもですね、再入荷リクエストという形ですぐには注文できないようになっています。ちなみに、ワッツのオンラインショップなんですけども、発送の料金がですね、780円かかりますので、オンラインでワッツさんのアルコールストーブを買おうと思うと1300円ぐらいになってしまうので、ちょっとお高くなってしまうかなというところが正直なところです。で、武田コーポレーションさんに関してはセカンドストリートさんで980円とか、ワイルドワンさんでももうちょっと安くという形で売っているので、価格的にはそれと同等で Amazon の最安値が販売されております。で、何が違うのかというところですけども、まずはですね見ていただければ分かる通り、この収納袋と五徳が Amazon の最安値にはついていますよと。それからワッツさんにはですね、この密封する蓋はついているんですけども、こちらの火力調整ができたり消火ができる蓋、これはワッツさんにはついておりません。価格が安い理由はそこにもあると思うんですけども、なので武田コーポレーションさんとアマゾンのこの最安値に関してはこの消火蓋と火力調整蓋もついているということなので、私個人としてはね今までこういった DIY したアルコールストーブと、どちらかというと自作のやつがメインで使っていて、こちらねキャンドゥさんの330円のアルコールストーブも一応ね持ってはいるんですけども、どちらもですね火力調整ができないというところと、消火は息をね吹きかけてフッという感じでね消火はしているんですけども、こういったね消火蓋とかね火力が調整できる機構がある蓋がついているというのはねメリット以外の何物でもないですので、セット内容としてはね見ていただければ分かる通り、この Amazon の最安値のものが一番充実しているかなと思います。まあアルコールストーブに関しては五徳とかね当然あった方が嬉しいものですけども、一番はですねアルコールが漏れないとか、そういった安全面ですとか使いやすいとかね、そういったところがポイントになってくるかと思いますので、その点はですねちょっと長期レビューしていかないとわからない部分でもございますが、知り合いにですねアルコールストーブたくさん持っている方がいらっしゃるということですので、またアルコールストーブに関しては実践レビューも踏まえてですね別の動画でお送りしたいと思いますので、アルコールストーブちょっと迷ってるという方はねチャンネル登録してお待ちいただければと思うんですけども、これまで話してきた通りですね品質はちょっとまだ正直分かりかねる部分があってですね、 Amazon レビューの中でもちょっとアルコールが漏れるですとか、何回か使っていたらここが分解してしまったみたいなねレビューもありましたので、どこまで使えるものなのかというところは正直判断しかねるんですけども、個人的にですね価格とかこのセット以外にですね大きなポイントが一つあるんですよ。
多分ね、皆さんも予想していないポイントなんですけども、それはですね、こちらです。お手紙付き。これ結構グッときますよね。めちゃくちゃ字綺麗ですからね。で、お手紙だけじゃないんですよ。私が一番グッときたポイント、紹介いたします。これ開封します。せーの。はい。なんと、軍手付きなんですよね。この発想、斜め上すぎないですか？滑り止めがついた、軍手をつけますよ、ということで、二度見しましたからね、Amazon の商品ページ。そして、大人には小さいサイズです。軍手目当てで購入しようとしている方、ちょっとお気をつけください。成人男性だとおそらく小さいタイプですね。メーカー名のハズベルなのか、ヒューズベルなのか、ちょっとあれですけど、がロゴとして入っている、軍手までセットになって、980円です。通販番組みたいになってますけど、本当の話なんですよね。もうちょっとなんか、これに近しいものをつけてもらえるのかなと思いきや、まさかの軍手ということで、逆にグッと来てしまいまして、今回ね、ワッツさんのアルコールストーブ探していたけど、買えなかった部分もあってですね、この980円に手を出してみました。ということで、簡単にまとめますと、価格が一番安いのは550円のワッツさんの真鍮製のアルコールストーブです。ただし、ワッツさんのものには、こちら、火をね、途中で消したりですとか、ちょっと開けることで火力を調節したりできる、この消火火力調整蓋がついておりません。ワッツさんの場合はこの蓋と本体だけという形になります。それから、武田コーポレーションさんに関しては、本体と消火蓋と密閉蓋、これだけがセットになっているもので、1000円前後という形なんですけども、ほぼ同じ価格でですね、収納袋と、ごとくと、なんと、軍手までついてくるという、謎のセット内容で展開しているのが、今回私が購入した Amazon 最安値ということです。で、これらのね、商品で同じようなもの結構 Amazon でもあるんですけど、今回980円のものを購入してますけど、780円とかね、580円のものもあるんですけど、送料別っていうのがほとんどですので、その辺もね、加味して最安値ちゃんと調べて購入しましたんで、皆さんももし安いのを探されている方は注意いただければと思います。正直ですね、ちょっとごとく華奢かなというところ、デメリットとしては。それから品質面でレビューのところにいきなり分解してしまったとかアルコールが漏れたというね事例も報告されておりますので、その辺はですね私の方で1回や2回使っただけじゃわからない部分もありますので、今後もし何かあればね動画でお伝えしていければと思うんですけど、あとデメリットとしてはここの火力調整蓋のところが結構鋭いですので、バリ取りはした方がいいかなと思います。ある意味私もね、トランギアのこの手のアルコールストーブに憧れを抱いておりましたので、この価格で買えるというのはね、ちょっと衝撃的ではあるんですけども、真鍮タイプのアルコールストーブも販売されているということで、今回はワッツさん、それから武田コーポレーションさんと Amazon 最安値ということで、スペック面の比較を行ってまいりました。これね、素材が真鍮なのか結局わかんなかったですけど、ワッツさんのものは真鍮って書いてありましたし、武田コーポレーションさんのやつはね、銅って書いてありましたね。ちょっとその辺の素材感の違いもですね、もしかしたら好みがある方もいらっしゃるかもしれませんので、概要欄にね詳細スペック等載っている部分分かるところ載せておきますので、よろしければねこの動画見た後にですねポチッとクリックしてみていただければと思います。軍手欲しい方はもうこれ一択ですんで、そこだけはお間違いない。このセット内容で980円はこれがね普通に使えるんでしたらかなりお得な内容だと思いますので、私と同じように人柱になってもいいよという方はですね概要欄も覗いてみてください。ということで、このようにですねこれからキャンプを始めたいですとか、キャンプ初心者の方で何を買っていいかわからないという方のためにですね、おすすめの商品ですとか、価格的に安いものでこんなものもあるよみたいな動画を今後もね出していければと思うんですけども、今回のようにねデメリットもバシバシ言っていきますので、よろしければですねチャンネル登録いただければと思います。またですね、皆さんのアルコールストーブ情報も多分ね初心者の方いろいろ知りたい方もいらっしゃると思いますので、ぜひね皆様のアルコールストーブ事情コメント残していってください。はい、ということで以上、やみつき松本でした。じゃあね。